韓国与党代表、靖国国持法能、遺憾、河村武雄氏、批判はわかるが、関連韓国与党、共に、民主党のリラックフチ、イナギョン代表は18日、菅義偉首相の靖国神社国持法能に関連し、側近である、日韓議員連盟の河村武雄幹事長に、遺憾を表明したと、明らかにした。李氏はこの日午後、ソウル南寺島、よいどの国会で、 河村氏と約40分間にわたって、非公開の会談に臨んだ直後、記者団に会って、遺憾表明を私がしたと話した。これに対して、河村氏は、韓国と中国の批判は、よく知っているが、安倍晋三首相から続いてきた慣例と答えたと、李氏は伝えた。菅首相は2012年12月、官房長官就任以来、靖国神社に参拝したり、供物を奉納したり、 することはなかったが、17日に首相就任後初となる周期大礼祭を迎えて、まさかきという供物を首相名義で奉納した。李氏はこの他に、どのような懸案が話し合われたかを記者から問われると、具体的な説明の代わりに、今、韓日間の最も大きな懸案が何か、皆さんもご存知なはずとしながら、それに関しては、 関係当局間で積極的に協議することにしよう、知恵を出し合おうということで意見が一致したと話した。今回の会談を控え、強制徴用被害者賠償解決法、ドイツ・ベルリン症助増撤去問題、日本の韓国に対する輸出規制措置など様々な懸案に対して意見交換があるだろうと見られてきた。李氏は、時間の制約があったため圧縮的な対話をしたとし、 話をしなければならないほどの事案が7から8種類あるので、そのような部分を話したとした。ゆあき、ユミョンヒ産業通商資源部通商交渉本部長の世界貿易機関 WTO 事務局長選挙に対する支持要請に関しては、河村氏が日本政府の立場は決まっていないが、リラクフチ代表からそのような要請があったということは伝えると話したと伝えた。 一方、河村氏も、李氏との会談直後、当面の日韓関係の課題に対し、知恵を出し合って協力すべきで、政府間で話し合う機会をもっと作るべきだという考えのもと、そのような雰囲気を作ろうと話をしたと明らかにした。日韓首脳会談、または徴用工問題に対する議論もあったかという質問には、具体的にはしなかったが、 首脳会談を通じて話すことは重要だと考えているとし、徴用工問題の解決策をどう取りまとめるか、互いに努力しようと言ったと答えた。ムンジェイン政権の大暴走、中米韓国大使、米国か中国か、選ぶのは我々だ米韓同盟の行方東、アジアにおける米中の派遣争いが激しさを増す中、現職の中米韓国大使が必ずしも、 米国側に立つとは言えないと発言し、米韓両国間で論争を呼んでいる。21代通常国会の国政監査、政府各機関に対する国会レベルの犠牲監査、期間中の12日、外交通商委員会の画像国政監査に出席した、李修閣、イ・ス・ヒョク中米韓国大使は、米韓同盟を問う質問に次のように答えた。韓国が70年前に、 米国を選択したからといって、今後の70年間も米国を選択するわけではない。韓国の国益に役立ってこそ、米国を選ぶことができるだろう。中力 THAAD、高高度ミサイル防衛システムのような事態、中国の経済報復が起こらないよう、あることでは中国を選択しなければならない。我が国が米中間の選択を強要される国ではなく、 今や選択できる国だという自負心を持っている。李大使の発言直後、韓国の保守野党、国民の力と保守系メディアは、李大使が、韓米同盟の信頼を傷つけていると、強く反発した。中米大使、韓米同盟に自信がなければ辞任が答えだ。国民の力論評、同盟信頼を蝕んだ。李修閣氏に、中米大使の資格があるか、中央日報社説。 いっそ、韓国は米国ではなく中国を選択すべきと自白しろ、朝、新日報社説。すると、与党の大物政治家たちは一斉に、李大使の発言を擁護した。同盟でも国益が大事だという当然の発言が、なぜ議論になり、攻撃の対象になるのか、疑問だ。韓米同盟を聖域のように申請する態度は行き過ぎだ。金安都氏、共に。 民主党院内代表、韓米間の利益がすべて一致するわけではない。大韓民国ファーストという観点で発言すると、すぐにでも、韓米同盟が壊れるかのように大騒ぎになる。総英吉、外交通商委員会委員長。一方、米国務省は翌日、米国の自由アジア放送、アーフが、李大使の発言に対する論評を要請すると、次のように反論した。 70年の歴史を持つ、米韓同盟と、米韓同盟が、域内の平和、繁栄のために成し遂げたすべてを誇りに思う。米韓は同盟であり、友人として、共に歩み続けている両国間の立場の相違実は、今年6月にも、李大使の以下の発言に対して、米国務省が強く反論したことがある。李宗閣大使、我々、 韓国が米国と中国との間に挟まれて選択を強要されるのではないかと懸念されているが今は我々の方が選択できる国だという自負心を持っている。米国務省、韓国は数十年前すでにどちらの側に立つかを選択した。米韓間の破裂音は直後ワシントンでも続いた。現地時間14日。 米国ワシントンで両国の国防長官が出席して開催された第52回 SCM 米韓安保協議会会談は形式や内容の面で揺れ動いている米韓同盟を象徴するものとなった。まず会議後に行われる予定だった両長官の共同記者会見が会談の3時間前にドタキャンされた。韓国の国防部は大統領選挙を控えた米国側が 内部事情を挙げて記者会見中止を求めてきたと説明したが、韓国紙の東亜日報は共同声明の調整過程で両者の意見の相違が大きかったと報じた。同志は会談前日の晩さ会でも双方の立場の相違を縮めることができず、結局エスパー長官が韓国の要求を押し付けるジョアキラ総副長官に腹を立てたという話がペンタゴンから流れていると、 具体的な状況を伝えた。東亜日報の報道を裏付けるかのように、共同声明のあちこちにも、前例のないほど、米韓間の立場の相違が際立った。冒頭発言では、エスパー米国防長官が、議題に含まれていないはずの防衛費分担金の引き上げ問題に触れ、韓国側に強く圧力をかけた。米韓は共同の防御のための費用を、 もう少し公平な方法で分担する案を探さなければならない。防衛費負担が米国の納税者にとって不公平になってはならない。米国は北大西洋条約機構、NATO や他の同盟だけでなく、韓国も集団安保のためにもう少し貢献するよう要,要請する。共同声明では十二年ぶりに在韓米軍の現在の水準維持という文言が抜け、 韓国では、米国側が防衛費分担金交渉と在韓米軍削減を連携させるのではないかという推測が流れた。米韓連合軍の危機管理、対応指針南北問題についても両国は立場の違いが露呈した。朝鮮半島の安全保障において、ジョ・アキラ長官が反問点宣言と9.19軍事合意の履行を強調したのに対し、 エスパー長官は韓国に駐留する国連軍司令部の役割を強調した韓国政府がこだわってきた朝鮮半島の非核化「ディーヌクリーラゼーションオブザコリアンペニーシュラという表現の代わりに北朝鮮の完全な非核化「コンプリートディーヌクリーラゼーションオブザデモクラティックピープルズリパブリックオブコリアという表現を入れたまた韓国側が 今年の会談の革新議題としていた、戦時作戦権返還問題についても、見解の相違が、炉になった。ムンジェイン、ムンジェイン政権は、任期、2022年5月内の返還を目標に、早急な戦時作戦権以上が、問題になる場合、条件を変えることができるという立場を明らかにしたが、米国側は当初合意された。 条件に基づいた戦策権転換を再確認する文言を声明に留め置いた。他にも、朝鮮半島における、米韓連合軍訓練を続ける必要性を再確認、在韓米軍訓練のための連合合同多目的、実写劇場の建設、THAAD 基地の安定的な中屯環境を整えるための長期計画などの敏感な事案も、声明文に明示された。 最も敏感な内容は、エスパー長官が2020年末までに2016年の危機管理合予防書きを最新化する必要性に注目した第11項という文言だ。2016年の危機管理合予防書きとは、米韓連合軍の危機管理対応指針を定めた文書で危機管理の範囲を朝鮮半島有事と定めている。ところが、昨年末から、 米国側はこれを米国有事の際にまで拡大するよう求めてきた。この米国側の主張を呑んでしまうと、米国が南シナ海で軍事作戦を展開する際、韓国軍の参加を要求する根拠になるのだ。バランス外交の限界理収穫大使を含めた文在寅政権の外交ラインの革新担当者たちは、米韓同盟より自主外交を強調する、いわゆる 自主派と呼ばれている。彼らは、米国と中国の間で、戦略的曖昧性を保ちながら、バランス外交で国益を取るべきだと主張している。外交通商部、外交部の協協は、カン・リオン派長官が、米国が構想しているクワットプラスに対し、他国の利益を自動排除する、いかなることも良いアイデアではないと、遠回しに反対の意を表明したことや、李修閣大使が、 韓米同盟の未来像に経済パートナー中国も考慮されなければならないとした発言が代表例だ。しかし、米国が本気で韓国に選択を迫ってくれば戦略的曖昧性やバランス外交などといったことは通用するはずもない。今回の SCM を契機に文在寅政権は米国との同盟関係について明確な態度を確立しなければならないだろう。